電波が弱くなって。ジュニ、それであと使った道具並べれる？はーい。こっちのは、フォームは、注意、ちょっと探したね。道具を取るのが誰だ。別に3人違うから、ちょっと探して探しよう。うん。いや、앉あ、じゃなくて。フォーム、これが打つに、こっちはあのプラスで今売ってるやつ、テトリングコーンはマスターで、膝は全宇都宮の上を宇都宮のブレンダーとパールと、だいぶちょっと違うでったやつにためやってるから、マスターのパール、あで道具専用箱一緒で水と。これほぼ同じですが、インブラシ、今からやっちゃうかな、枕膝はもう一個で使った、まあスリッカーブラシ、ゴム、こんなかな、時間満パーク、あと布のバンド、それで全部かな。上？ああ。あとはドライヤーぐらい。今から。両方のトレンダーどれ？あ？ブレンダー両方の刃のやつってどれ？ああ、これです。ああ、いいよ、いいね。これって何パーセント切れる？ここ後ろから見えるんですけど。これは 50% 打つっちゅう。それで。これ書いてないよ。後ろで？打つみって書いてあるけど、後ろに書いてない。ああ。よく落ちる、多分、南さんが説明してるんじゃないんですか。これは両面だから、毛が入っちゃっても痛まないです。ちょっと短いんですけど、使いやすいから、ビションフリチェとかトドロとかにも、それいいな、使います。この前問題で出たのは、自分の使ってる8インチの錠は、うん、これ1本だけゴールド、オリジナルで。そうですね、スペシャルエディションですね。そう、スペシャルエディション、これ。先生と同じモデルを持っていますけど、私は。でただですね、カーブ8インチ、これ。カーブ。スーパーカーブ。使ったのは、この、自分使ったのはこのでかいのと、パピーに、あとこれ。ああ。それだけが曲がってるやつ。私使ってたのは、このアルミのコム。それない。9インチのワイドコムっていう、一番、あ、先生のピンクと同じですけど、白？あ、シルバー？これと一緒、まだ、まあ、これの元のモデル、あ、元のモデルですけど、シルバーオリジナルですが、これ、ね、アルミは違うでしょ、これがブラック、うん、ピンクと同じですけど、うん、そうそう、ブラックかっこいいから、あのカズミさんに私のアイディアを出しましたけど、ブラックと白を作りました。まだ日本で売ってるかどうかわからないんですけど。ブラック、わかんない。ブラック持ってるよ、2つ。あ、先生、ああ。あ、2個。うん。ブラックと、こっちの方。
エコスペシャルの4番。そうそう。めっちゃ使いやすいんですけど。自分その細かい方は使わない。うん。このおつみのプッシュコムですけど、これいいよね。こう、こう入れる。そう。あ、これだからこれで、今日これでやった。ああ、これは面白い。これなら、海外行くときとか、ああ、それね、はい、はい、にもある。危なくないから、このまま。ブラック日本でも売ってるっていうに。ああ、ははは。ブラックとファイトの色があるから、皆さんぜひ、おつみを使ってお願いします。まあ、こんなだね。それと新しく、今回もらったハサミですけど、多分まだ、ちょっと待ってね。これです。何それ。これ、一番高いハサミ、日本でも。素材を。南くんがくれないからない。いいえ、いいえ、多分今からまた出ると思うので。これは、15万円ぐらいですけど、朝に一つで。うそ。めちゃめちゃ世界安くて、柔らかい感じですけど。メタルパウダーで。人生にパウダーで。金製品来ないんだもん。ああ、うん。でも私、出る前にもらったから、多分。ああ、うん。かつみさん、ありがとうございます、うん。めっちゃ柔らかくて、ソフトな感じです。音も出ないし。良さそうだね。ここもちょっと、ここもちょっと違うだし。何か質問がありますか？日本の人。あと韓国の人は？韓国분들중에혹시질문있으신분있으신가요？先生、これピンスリッカーブラシですけど。どうやって使うのそれ？それ尻尾とか足とか、うん、乾かすときにめちゃめちゃ楽です。手に持つのが、うん、こう持ってるので、尻尾、耳とか、うん、あ、ピンブラシになってる。うん、ピンブラシのソフトバージョンで、うん、ここがスリカの形。いろんなのあるね。で、こうじゃなくて、こう、立って、こう、ブラッシングできるから。リードの幅これエシュリー。リードの幅はレスコと同じです、通常使ってる。あれを短くしてもらったやつです。それどこで売ってんの？そんなの。これ、エシュリー・クレイグっていうアメリカの会社ですけど、これも新商品？うん。メイド・イン・ USA。すごいね。この、エシュリー・クレイグっていうところです。で、尻尾と、なんか足とか、ドライングするときに、うん。めっちゃ近いやすいから。ああ、いいね。ソフトです。うん。すぐまだ、あそこから、マスターから出るかもよ。そうですね。うん、でも、やっぱりここは木の素材だから、洗うときとかはちょっと、ですけど、プラスチックで出たらいいと思うんですけど。うんうん、はい、韓国で販売していますので、だいたい値段が、うん、エシュリー・クレイグっていう会社が韓国で入ってたから、うん、販売はしていますけど、だいたい値段が9000円？高いね。うん、でもこれ本当の、木？うんうん、だから、名前が聞き取れなかったんですね。これ私、ライブ終わって、
終わった後に写真とまた会社の名前とモデルナンバーを書いておきます。はい、誰か分かる人が書いてくれるよ、きっと。ほら、書いてくれる。あ、シュレイ・クレイグで、あ、うん。シュレイ・クレイグっていうところ。あ、シュレイ・クレイグ。すごい、すごい。うん。僕はですけど、いや、またなんか違うの考えてやろうね。なんか韓国の、はい、わかりました先生。韓国の人なんて書いてある、これ。すごい質問だ。この方日本の方ですけど、使いたいんですと。ああ。私のあのインスタグラムにキンブラシのモデルナンバーと値段と会社を書いておきますので、また後で。見てお願いします。はい。メッシア。先生、今日いろいろありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあねー。はい、どうもです。はい、どうもです。